むがすむがす。とあるまずこさよ、ずっことバーコードして暮らしてやったんだわ。入った、まずかったでよ。ずっことバーコードむがすの話でね、去年の年末の話すこなすだ。とあるまずさ、そいんはそいんは金魚の餌っこけんずるミュージシャン金看護師の男がいだったんだ。年末さんよ、その男は飼っている金魚の軽ぎぬぎっこな、声を飼いね、隣まずさんあるペットショップさ出かけてったと。普段だばそのペットショップだば金魚のなあんべっこよくね店でよ。そっからその男だばの金魚飼うことはせんぜね、な、飼うための必要なものばれ飼うことにしてあったと。スタドもよ、なんでかわかねえ、でもその日は金魚売ってるどこさあそこ向かってな。で一つだけポズラッと金魚入っている袋、その男見つけたのや。でその店っこはよ、金魚ポネ袋さへで雑然と魚っこいる店でよ。その男はなんでかわかねえどもそのポリ袋を取り出して、長さいた金魚のことをずっと見つめてらんだと。でな、そこさは背びれっこたたんでぼんやりと弱っている魚っこ見つけたと。でその男はこうやって喋ったんだ。おめえこんなどこさいねんで家先たらいかべ。声こかけられた金魚はよ、いきなり背びれピューンと立てんで、ふぐろこの中泳ぎ回って猛アピールしてきたんだ。早くここから出してきれ。その男はそのままレズさん向かったんだ。あのからレズさん言って分かったことなんだと思うよ。その金魚は金魚の名産の志村さんってとこの魚っ子でよ、値段も500円で安すて、その男だばレズでねんまるで笑ったんだ。でその後な、その男の家さ連れ帰られた魚っ子よ、すぐさまバゲツさ開いてやな、すおっこへんで、その後プランズプロっていう薬っこへんでな、家庭筋よくさせないんでメインの水槽さうずってたと。だどもこの男だばよ、金魚の餌一日一回しかやらんねや、量も一分で食べきる量しかあったんね、ケツな男だったとな。してその後よ、その流金は毎日すぐに餌で餌くれアピールしてもよ、与えてもらえねえひもず思いすながらその家で暮らしたそうだ。とっぺんパラレのプ。